あれだ、はたさく、ん？カメラ、この時間からカメラ見てる人外おるやんけ、完全に。さあ、グルメと行きましょう。お、リベンジさせてくれる？富士ミーヤと貨物ワーキー。おい、おい、はーい。いいな、おめえかわいいでしょ。サントス・アルマ・フジミヤとキッチン脇かな。ナナコさんが武器庫に入っちゃった。いや、死にそうこれ俺。皆さん、あ、行きそう。怖っ。富士宮。おお、おお、白白ボタン来た。お、強ね。鼻赤いけど白いな。これは富士宮がめちゃくちゃ白く見えるな。せやね。これはサントス七個。富士宮がバカほど白く感じるな。まあ、アルマも白っぽいか、ボタン的に。あれ、勝ちねえんだ。ああ、怖い怖い怖い。シェリフ死にたくねえ。ああ、あら、あら、まるで見てないですね。停電中12秒前ぐらいにはもう死んでました。うん、おん、ちょっとアドミンを少し、少々ね、少々見させていただいたんですけど、ほんと少々、6、7秒前なんですけど、これ死体って映るんだっけ？映らない。映んない。あ、じゃあ別にわかんねえのか。うん、6、7秒前、エンジン、メイン、シャワー、1、1、1ついてて、うん、誰ですかこれ？エンジンが多分、富士宮。え、私だと思うけど、宿舎かエンジンは。ああ、じゃあ僕がメインエンジン宿舎って言ってるので、まあ、あ、じゃあ、あ、サントスさんはエンジンっぽいわ。うん、僕すれ違ってるもんね。で、プテさんとすれ違った。うん、そうそう。で、俺がシャワーだね。シャワーで、エレキに貨物2でした。で、メイン1。あ、メインじゃねえ。ミーティング1、最後。プテさんとか、これはピットの後に見てんの？イエス。貨物脇で？エレキに7旗かな、多分。7旗だと思うんだよね。貨物脇でこの動いたね。いや、相当時間あったでしょ、このターン。まあまあ、時間あったね。うん、単純にメインホールでめちゃめちゃ人がいて、伊豆、7、富士宮で、ピカみたいな。メインにしたよ、ないと思います。ね、ないでしょう。で、うん、エレクトリカル降りた後に7畑名もいたから、そこも当然ないんですよ。で、そのまま俺があの貨物まで行って、貨物で停電直してるのね。うんうん、で、停電終わった後にバイタル病って降りてったら、トータスさんが下からやってきてみたいなので、うん、メインからエレキまで貨物のこの下ルートは絶対下にないです。っていうかね、右側に下にないと思いますよ。貨物が3人で湧いてて、貨物ラウンジアーカイブ、シャワー、メインエレキって言ってる時にいろんな人とすれ違ったけど、宝さんだけ見てない。貨物4人じゃん。貨物4人。うん、4人よ。貨物4。俺と畑迫くんが湧いて。じゃあ左だとしてキルできるそうなの誰がいる？まあ、伊豆さんとか。上に行ってるのは僕なんですけど、僕から出せるのは、停電中に、プテと多分メインエンジンから扉開けたところで一緒になって、で、俺そっから上に上がったら宿舎の扉は全部閉まってました。で、金庫が開けずにそのままミーティング行って、ゴミ箱、カード、ボタンなんで、多分金庫の左閉まったらその扉の状況が、サントス富士宮あたりから、そう、一応はしごの下登ってるので、ミーティングまでの道には下いないです。ミーティングは分かんない。
まああと自分で言うのもなんですけど、貨物ランジアーカイブ社はメインエレキって言って、最後エレキでガチャガチャをずっとやってるから、まあ左から宝さん来てる場合は僕もキルはできるとは思う。じゃあプテじゃね。えこのターンさ、左にさ動いた人ってサントスさんしかいないのってことは。じゃあもう一回話そう、うん、俺も終盤はメインエンジンしくしゃって言ったけど、あまあまあそれは、うん、あのね、いや、うん、エンジンから、あイズさんはだってメインから言ってるでしょ。ちょっとお願いします。はい、動きがもうおかしすぎるだろ。なんでこいつボタンのちょっと離れたところにいるんだ。はい、いやありがてえ、マジでボタン押してました僕。すみません、ちょっと1個確認したい、さっきのターン停電勝ち合った人誰ですか。あー出てきた、ピカクロスです。真ん中と左で勝ち合ってます。あ違う、2カ所勝ち合いましたね。で直してくれた、合ってる。どこで勝ち合ったの。初号機右。ほい、言いたいことがあって、うん、僕が、メインエンジンって言った時に、確かに伊豆さんとメイン側から来る伊豆さんと一緒になって、伊豆さんが上で、僕がエンジンと通信室前のあの扉を開けて入ってると入った時に、コミュニケーションと武器庫の扉と全部開いてたんですよ、この3つが、エンジン以外の、うんはい、でサントスさんがコックピットから来てたから、うん、高田さんとかがコミュ通路のあのコミュサボの中とか武器庫とかにいたんじゃないかなと思ったの。キルクールプテンシル無理じゃん。エンジンとコミュサボの間だけ閉まってたってことですか。そう、それを僕が開けてんのよ。でサントスさんがコックピットから来たのよ。だからキルクール的には全然可能ですよ。僕貨物から行ってんだもん、コックピットまで。じゃあサントスさんは例えばそのベントで金庫で切ったりとか展望とかで切ったりとかできるってことかな。全然できると思うし、しかも武器庫で切った後にコックピット行って戻ることぐらいできる時間はあったと思うよ。プテさんのアドミンって何人映ってたっけ。全部でメインとエンジンとあれで3で2、2、あ、10です。ああだから合ってんのか。私が6、7秒前でしたよね確か。えてかむしろ僕サントスさん視点で僕こそ切る位置がないと思ってほしいけど、エンジンと、うん、じゃメインからエンジンに伊豆さんと一緒に入ってんだよ。でサントスさんとコックピットですれ違ってて、僕がどこで切るの、高田さんサントスさん見てないのに。でもなんか貨物脇でコックピットのアドミン見てるのが、まあタスクは順調にこなしてってコックピットまで行けてましたけど。あ行けたんだ。まあ、一応アーカイブとかシャワーとかラウンジあたりでタスクをしてる素振りのチキは見ています。プテさんってなんか直した、なんだなんか直したっけ、わかんない。でもプテがマットだとしてもサントスさん視点って伊豆さんぐらいにしかなんないですよ多分。まあそうだね、ミーティングの伊豆さんっぽいけど、まあ右人いっぱいいるからやっぱプテクルーならまあサントスさんインポスターはぽいよね、ありそうかな。いやあると思うよ、トスイズ、まあプテさんがどっちの人間かわかんないけど。ちなみに僕視点は全然伊豆さんもあるよ、うん、あでも僕の場合って金庫の扉が閉まってるのサントスさんに見てもらってると思うし、あそうなの、停電が直ってから結構時間経ってからの僕ボタンを押してるじゃないですか。金庫は閉まってる、直してほしいな、任せろ。俺がもし上の方で高田さん切ってみたら高田さんがボタンを押せてるはずと思ってほしい。突撃シェリフアタックしたい。サントスさんがいた。直したよー。あ、トナカイ押してんのか。ボタン使ったっけ。紙ボタン押してたよ。サントスさんってキルを来たターンはどういうタスクしてました。エンジン脇、コミューダウンロード、コックピットで、コックピットのハンドルタスク、戻ってエンジン行った時にプテさんにすれ違う宿舎前ミーティングです。あれメインですれ違いませんでしたっけ、サントスさんって。え、それ頂点エンジンってフジピカじゃなかった。あ、シャワーだと思う。ん？あ、え？あ、脇。あ、脇はそうだ。フジピカはエンジンじゃなかった。うん。
え、うん、ナントさん何武器庫行ってないの？コミュダウンロードです私。え、じゃあ武器庫絶対いるわ人。あ、じゃあ武器庫？ん？高田さんが武器庫の扉を開けてないと僕の信任がおかしい。だって僕はエンジンしか扉開けてなくて、サントスさん通信室コックピットでしょ。でコックピットが出てくるサントスさんとすれ違って、うん、すれ違った時にはもう武器庫開いてたから。てちゃんのアドミンって何秒前でしたっけ？6、7秒。だからバイタル的には死んでた後に見てるね。じゃあ動いてるインポスターが映ってんだ。まあ、やっぱ武器庫で切れそうなの。え、でもさ、プテさんしてさ、私が武器庫で切ってたさ、武器庫切る、コミュ行く、コックピット行く、でその後出会うでさ、さすがに巻き戻したら武器庫で切る時間ないと思うけど、ある？いや、ちょっとごめん、それ辺は分かんないけど、空いてたから、うん、まあ、エンジンキッチン弁当、ね、空いてた時点で、ね、移動経路とかは分からないけど、ごめん、あのね、ごめんごめん。入ったから米は開けたけど武器庫覚えてない、ごめんなさい、私が記憶違えたら。でも開いてたか、開けて入んないわけないから、ほぼプテトスって結構開いてたのよ。まあ対抗ぐらいになりそうな、同陣営はなさそう、全体的に高田さんが左にいるいそうっていう証言になってて、うんうん、プテトスで争いってしてるのとローラーすればいいんじゃないかと思って、そうね、マット否定もされたんなら開いてたからね、開いてたからね、でもね、わかんないけどさ、すげえな。まああまりないけど、なんなら入ろうとしたから、僕はここでも釣っちゃっていいかなと思ってます。入れます。入れます。入れます。から僕はチェケに入れました。なんで？気持ちね。サントスさんね、あの僕が紙ボタン押した時、サントスさんも横にいたから。あ、見てみた時ね。これ私ステトスは。だから、ね、そうアルマサ白いなと思ってあの時。誰だ3票。はい。はい。あ、いたね。じゃあ。何か。白っぽいな。まあでも基本的にはサントスさんっぽいけどな。違うんかな。いや、サントスさんで合ってるんじゃないですかね。まあサントスさんでしょ。サントスさん8割プテ2割ぐらいのイメージ。アメイジング。はい、ナイス。殺すのか？まあロラだから。ほら完全派の宗教入ってるじゃん。いや確かに宗教入っちゃってるから。優しさはない？まあロラだから。いや優しさか、これは優しさやな。うん。インポスターへの慈悲。そうだ、ね。残り1個でタスク終わります。バイタル見た人がいるの。でも貨物先からコックピットのアドミンはおかしいよ。さすが順調なのよ、ガチで。さすが順調だったのよ、本当に。なんでそのまま順調で行こうとしないんだ。なぜアドミンを見てしまった。罪を重ねるな、罪を。あれだ、はたさっき、カメラ、この時間からカメラ見てる、人外おるやんけ、完全に。綺麗に殺しに行こう。この時間からカメラ見てるバカ殺しに行こうも。シリフ、うん、キルクール絶対上げてねえ時間からカメラ見ててさ、クソ腹だったからカメラのとこ行って伊豆見てたからぶっ殺してやったわ。伊豆さんはキレイです。伊豆さんはキレイ。エンジン行ったらカメラついてたから誰だこれ見てるのって席行ったら伊豆が見てたから、これ絶対ワットやつって左行った。こいつなんかもうアーカイブでタスクしたら開幕からなんかカメラ見てるバカがいや、そうこいつアホやろと思って行ったら左右で挟み込んでた。僕も左から見てアルマは弾ける、もう一キル。誰目線今にしたいでしょ。ハタサコはね、ハタサコ右側行ってんじゃないかな。今ピカさんがにしたい。あ、うん。だからアルマキル弾けるな。ピカさんも弾けそう。弾けない。ハタアーカイブ脇で。アーカイブ見ましたよね。いたよね。ハタ7名屋で言った記憶があって。で、なんかラウンジの方行かなかったですか。あれ？ラウンジ。そしたら貨物のダウンロードに七子さんを行って、今石油でピカさんがテープタスクやってるのを見て終わりなんで、ピカさんキル関われない。そう、ピカさんキル開けて速攻のキルです。ちなみに俺もエレキでやってるな。
僕は浮いてるんですけど、宿舎エンジン、うん、でエンジンでカメラ見る、でコミュニケーツール武器庫キッチン石油で石油でイズがなんかのんきにカメラ見てたから左に逃げるで終わり。ミヤナナでダウンロードをやってダウンロード終わった時点でミヤちゃんは下、まあ、ミヤナナがちょっと早めに下降りてって、うんうん、俺はそのまま金庫のタスクをやっているっていう。あ、メイヤさんが何も言う前から僕がシェリフシェリフって言ってたから、本当にイズがカメラを見てるのを見てるから右には関われないと思ってほしいです。うん、てかね、あの、うん、シンプルにラウンジの方にね、ハタサコ7個の順で行ってるのを見てるんで、もう一人アーカイブで湧いたの誰だったっけな、俺と一緒に。まあほぼ7もも2択かなと思うから、まあ二陣が落ちてるし、まあエレキでピカソンでやってそのままメイン上がってエンジン宿舎の方ですね。え、7型で行ってるとしたらミヤちゃんってハタサコ見てないのか。ラウンジは見てないですね。ダウンロード終わって速攻石油まで行ってるんで。あれ7富士のどっちかかな。アーカイブに湧いたのって俺と富士宮じゃなかったっけ。どうだっけ、富士宮って最初ラウンジの行ってない、初手脇の人がラウンジ行ってるはずなんだよ。いや、あのミヤちゃんは多分爆速で、うん、そう、あ、そうね、アーカイブからそうね行ってる。だからナナミヤが多分もうその、アーカイブからダウンロードに向かってるはずなんで、ハタはどうだったかあんまり。スキップでタスクでいいか。うん、タスクは全然終わる。ほぼ一郎っぽい。ハタサコじゃなくてそれ俺って。ミヤちゃんだよ。カメラなんてあんな時間から。ミヤがれマリカで締めてくるからそうなるんだよ。行っちゃうからね。めちゃめちゃ。あんなん絶対人外だよな。もう速攻でカメラ見てるやつ殺しに行ってやろうと思った、ほんと。あー、おもろすぎるだろ今の。マジでおもろい今の。もうあんなアルマも同じことしたけど、絶対に絶対に人外だよな。おい、だって遠いわあれが、配線の位置が。わはは、ヒカさんが、テープタスクの前で死んでましたね。ほう、じゃあ七子さん無理。七子さん無理だ。無理になるよね。コミさんも直してるのが七子さんで、うん、その後エンジン配線に行く七子さんを見て、で僕が最後宿舎に到着したぐらいの時間しかないから無理ですね。え、富士見は無理なの？僕は今七子さんに左に置いてかれてるから。さすがにむず、うん、無理よね。そうだと思う。まあ一応コミサボ中は展望でアップロードしてたからだけど。そう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 。じゃあ到達さんしかないじゃない。少なくともクローラーで絶対勝てる、落ちるんじゃないかな。それ左が見合ってるんやろ。あとトータさん今メインからエンジンやってる、うん、メインからエンジンやってるから7個がないのは分かる。あ、7個さんない、なそこ7富士どっちかと思ってた。さっきの結局メイヤさんの死人って俺だったの、ハタサコいたっけアーカイブ。いや、そう、富士見、多分初手脇に誰か、確か富士宮と一緒に湧いてるの、うん、アーカイブで。で、富士宮ってそこ右にいた人物だと思ってて、そうですね、その後に、ハタサコ、ナナコの順で、ラウンジの方にアーカイブから流れてってんのを見てんのよ。うんうん、そう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 。だから、そこの2人のどっちかなと思ったけど、うんうん、もう、マットもいない状態でこれだったら、トータスさんしかいないかなって感じ、うん。いや、俺は富士宮君って言うしかないかな。ナナコが絶対に無理なのは分かってるから。七子さんしてて初めて結構厳しそうなんだよね、まあ、今回かなり厳しいと、うん、まあだからアップロードしてるミヤちゃんまでは見てるし、その前にピカもキッチンにいたのを確認したから、うん、でね、その後ピカさん席に来てて、コミサボが鳴ったぐらいで僕とピカさんが席で入れ違いでコミサボに僕が行ってるから、え、じゃあトータスの方だったらアルマぐらいしかないんじゃない。アルマくんが、うん、そうね、むしろわからん、どっちかわからんけど、じゃあアルマくん、僕がどうやって右に参加しに行くんですか、キルシン。髪切るも髪切るですよ、誰にも見られず言ってたら。これで終わなかったらおもろいな。ああ、さすがに。いや、キルしようと思って会ったのがプテさんやって、もう無理ってなって。俺に言われてこいつかってなった。カメラの使用を理解してなかったらしい。はい、どういうことなんやろ。
そう、僕は見てるところだけランプが光ると思ってて、この1年間以上ずっと。あ、やばくない？だから慣れてないと思ってたらしい。1瞬しかつけてないと。そう、だからそう、アルマとメイヤに1瞬しか見られてないから、はいはいはい、あ、いけると思ってずっと石油につけてたら、うん、なんか2人とも来るし、なんで？いやもうね、完全にこんな時間から見るやつはいねえよっつって。やばいよ、人外だろって思って。ふざけんなと。どんな面してやがんだって思って。そう、俺そしたら畑坂君アーカイブで切った後違う下へ上がってるから何起こったんかさっぱり。確かに。